今回紹介するのは日本一のコスプレイヤーと称されるえなこさんです。1994年1月22日生まれ、この動画公開時の年齢は29歳。えなこさんは日本の女性コスプレイヤー、グラビアアイドル、タレント、歌手、声優として活躍しています。中学生の時にファッション雑誌の読者モデルをしていたことがあります。読者モデルとは アマチュアという立場でモデルを務める人たちのことで海外にはない日本特有の文化らしいですそれから中学2年生の時に友達に誘われてコスプレを始めました高校3年生の時にとても可愛いいコスプレイヤーがいるとインターネット上で話題になりましたそのことをきっかけに本格的にコスプレの活動を行うようになりました漫画の世界から飛び出したような見事なコスプレですよね えなこさんの性格は気が強くて負けず嫌いです。そのストイックさは半端ではありません。コスプレの際、キャラクターになりきるという目的で、彼女はまつげをすべて脱毛しています。それほどまでにストイックな彼女だからこそ、達成できたと考えられるエピソードがあります。えなこさんは、コミックマーケットと呼ばれる同人誌の即売会にて販売を行い、2日間で1000万円以上を売り上げることもありました。 日本にはたくさんのコスプレイヤーがいますがここまで大きな成功を収めたコスプレイヤーはえなこさんだけですただし彼女の写真集制作に伴う衣装備品入稿、スタジオ代金カメラマンの代金は彼女自身が支払っていますイベントなどの際えなこさんを囲む人だかりでできた巨大な人の輪はえなこリングと呼ばれていますこの輪の中心にいるえなこさんがすごいのはもちろんですが ファンの皆さんのマナーもとても素晴らしいですよね。趣味はアニメ鑑賞、カラオケ、コスプレ、音ゲー、美少女ゲーム、えなこさんは、過去にジムへ通っていましたが、現在は忙しくて時間がないため、室内で筋トレをしているそうです。彼女のトレーニングウェア姿はファンから賞賛の声が集まりました。コスプレではない服装がコスプレに見えてしまうほど彼女は可愛いですよね。今回の内容は以上です。 もし、一度だけ願いが叶うなら、どんな服をエナコさんに着てもらいたいですかぜひコメントで教えてください。この動画が面白かった方、エナコさんをもっと知りたくなった方は、高評価を押してください。動画の感想や要望があれば、気軽にコメントしてくださいね。このチャンネルでは日本の美女をはじめ、世界の美女を紹介しています。興味のある方はチャンネル登録がおすすめですよ。またね。